アメリカの第34代大統領、そして第二次世界大戦中の連合軍の総指揮官をしていた方になります。彼の名前が付けられておりました。33年間ですね。これはイギリス政府の方から、戦時中の活躍を記念いたしまして、アイゼンハワーさんはスコットランド地方の素晴らしいお城をプレゼントされたそうなんです。そしてカナダもアメリカとお隣ですし、元イギリスの植民地ということもありましたので、カナダも何かプレゼントしようということで、このロッキーのお城をプレゼントすることになりまして、この山の名前アイゼンハワー山というね、彼ら名前につけたわけなんです。Castle Mountain. It's good. そして、前方にまたジャンクションが出てまいりまして、キャッスルジャンクションと言いますけれども、このジャンクションを降りまして左手に南下いたしますと、アメリカのワシントン州スポーケンというところまで道が続いております。左手10時の方向、この林の陰からですね、また山ご覧いただきたいと思いますが、また素晴らしい山が見えてまいります。ちょうどこの辺りね、左手10時方向になります。こちらの大きな山、ストーム山といいます。嵐の山、高さ 3505 メートルございます。キャッスルマウンテン、お城の山、こちらストーム山になります。お城の山近づいてまいりましたけれども、そしてこれからですね、皆様の右手にインディアンのテントが見えてまいります。ちょうどこちらですね、インディアンのテント、ご覧になりますか。インディアン、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 あ、違う、ったインディアンのテント、撮ったよ。 TT と呼ばれます、移動式のテントになります。この辺りにあります針葉樹の先をですね、糸で27本ほどの針葉樹を束ねまして、一度こう円錐型にしたんです。そしてその周りに、動物の皮を巻きまして、し、移動式のテントを作って生活をしていたそうなんです。今、補充してるんですね。そしてこのキャッスルマウンテンもだいぶ近づいてまいりまして、この辺りから、ご覧いただけますと、もはやお城の形には見えなくなってしまったかと思います。辺りから見ますと、ごく普通のゴツゴツとした岩山にご覧いただけると思います。そしてこれからもう少しバス進めたところでまたご案内したいと思いますが、このキャッスル山をですね、右手後方を振り返っていただきますと、今度は平べったい長方形の形に見えるんです。この山、見る角度によってかなり形が違います。そしてこのキャッスル山、高さ2766メートルございますけれども、素敵な山ですが、実は登山ができるんですね。この山の裏手に回りますと、割とならやかなんです。そしてその裏の方に回りまして、登山道がございますので、そちらの登山道からこの山に登る、つまり氷河との区別がまた難しいんですけれども、少し青みがかっておりまして、厚みがある部分が氷河というふうにお考えください。今日これから観光の際ですね、もういくつもの氷河をご覧いただきますけれども、まず一番最初に皆様テンプル山のマクドナルド氷河になります。テンプル山のマクドナルド氷河。このテンプルといいますのは、イギリスの貴族、リチャード・テンプル卿という方にちなんでおります。そして、上の氷河、マクドナルド氷河は、カナダ建国の父、ジョン・アレキサンダー・マクドナルドという、ね、首相の名前が付けられております。そして、ちょうどですね、この左手、クズのあたりがレイクルイズ周辺になります。これからですね、山の谷間にビクトリア山、先ほど女性の名前の山のお話いたしましたけれども、そのうちの一つの女性の名前の山、イギリスのビクトリア女王のビクトリア山が見えてまいります。これからレイクルーズの前でお写真をお撮りいただきますのでね、特別この辺りからお写真をお撮りいただかなくてもまた撮れるかと思いますのでね、今は景色だけまたご覧いただきたいと思います。いよいよ私どもは高速道路を降りまして、レイクルーズ村に入ってまいります。今日はレイクルーズ初。じゃあ。
左に曲がっていきますが、右手に行きますとレイクルイズスキー場になります。こちらもスキー場、大きなスキー場ございます。こちらは5月の10日までオープンしておりました。はい、では左手9時の谷間の白い雪山ご覧ください。あちらがビクトリア山です。ビクトリア山、そして先ほど天狗山の景色ご覧いただけなかった方は、左手10時の方向、これが先ほどご紹介しました天狗山です。これが高速です。素晴らしいですね、この天狗山も。これもよく絵はがきに使われております。こちらレイクルイズ村唯一のショッピングセンター、サムソンモールといいます。ここしかないですね、はっきり言ってショッピングセンターはここだけなんです。もう小さくてですね、もうここで用事を済ますことは